皆さん、こんにちは。先日スタート社タレントの起用再開を正式に発表した NHK。 ついに出禁が解けたことで注目されるのが今年の紅白歌合戦ですよね。スノーマン、ストーンズなどの出場はもちろんですが、2人体制となったキング&プリンスの出場も期待されているのですが、ある問題が発生しています。それは元キンプリメンバーで結成されたナンバーアイの紅白内定が報じられたことで、キンプリが紅白を辞退するというもの。今回はキンプリとナンバーアイの紅白での共演についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。10月16日 NHK は旧ジャニーズ事務所の後継会社スタートエンターテイメントに所属するタレントの新規起用を再開すると正式に発表しました。大晦日の紅白歌合戦を見越しての判断とも指摘されているのですが、同番組でキング&プリンスとナンバーアイの再会が実現する可能性が浮上していました。 NHK は昨年旧ジャニーズの性加害問題を受けて、被害補償と再発防止の取り組みが着実に実施されていると確認できるまで新規の出演依頼は行わないという方針を決定し、毎年複数のグループが出演していた紅白歌合戦でも昨年は44年ぶりに出場ゼロとなっていました。所属タレントたちがスタート社に移行してからも方針は変わらず、今年も新規起用は認めてこなかったのですが、 NHK の稲葉信夫会長は先月の定例会見で、全体的にかなり進展が見られるので包括的に判断しても良い時期に来たと話し、急激に態度を軟化。今月16日の定例会見で稲葉会長は、10月16日をもって制作現場の判断でスタートエンターテイメントに所属するタレントの出演依頼を可能とするものといたしますと正式に発表。 NHK 内でもスタート社タレントの新規起用については意見が割れていたとされ、ドラマ班や音楽班などは前向きでしたが、局内で力のある報道班からの反発が強かったためになかなか再開できなかったそうです。それでも稲葉会長が新規起用再開に踏み切ったのは、年末の紅白歌合戦を見据えてのことだろうと見られています。昨年の紅白は旧ジャニーズ勢が消えた代わりに K-POP 勢の出演が増えていましたが、視聴率は2部制となった1989年以降で過去最低を記録。制作側が旧ジャニーズを完全にゼロにするのは厳しいと感じたのは想像できますし、紅白を成功させるためであれば、稲葉会長が報道班の反発を抑え込んで再開を決断しても不思議でありません。ただいきなりかつてのように5、6組も出場させることはないとみられ、出場グループはある程度絞ってくることが予想され、一部スポーツ紙では出場候補として人気絶頂のスノーマン、デビュー20周年の節目を迎えたスーパーエイト、そして昨年5月から2人体制になったキング&プリンスが上がっていると報じられていました。この中で業界でもファンからも最も注目されているのがキンプリ。それというのも、昨年5月に同グループから脱退した平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人で結成した 2B 所属のナンバーアイが紅白への出演内定が報じられていたからです。芸能タックル。ナンバーアイおよび 2B は NHK との関係を重要視しており、オファーがあれば確実に出場するとみられ、となるともしキンプリが出場となれば、同じグループだった5人が紅白で再会を果たすことになります。ナンバーアイは今年8月に放送された NHK の音楽特番 NHK ミュージックエキスポ2024に出演。ナンバーアイは1日目のトップバッターとラストに登場し、
トップでは鳴りやまない大歓声を浴びながら、今年1月1日に世界配信でリリースしたデビュー曲「Go to Go」。ラストでは神宮寺さんがロックの要素がだいぶ詰まっていて、これまでナンバーアイが挑戦したことのない楽曲と見どころを語った最新の配信限定シングル「稲妻」を披露。3人が NHK ホールのステージに立つのはキンプリとして出場した22年の紅白以来で、特番に出演して大きな反響があったため、早くも今年の紅白出場内定がささやかれ始めていました。例年 NHK は紅白の出場歌手選考基準を今年の活躍、世論の支持、番組の企画、演出という3つの点を重視しており、今年デビューしたナンバーアイはゴートの YouTube での再生回数が公開後3日で1000万回再生に到達。日本の男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速となっており、 MV は1月3日付の YouTube のデイリーミュージックビデオランキングでグローバル1位を獲得。6月に発表されたオリコン上半期ランキング2024では、作品別売上数部門のデジタルアルバムランキングでナンバリングが1位を獲得。ゴートが2位となり、上半期デジタルアルバムランキング史上初となる1位、2位を独占していました。さらに3月2日に NHK で生放送された音楽番組ベニュー101拡大版では、グループ結成後初となるテレビ出演を果たし、ネット上で大きな反響を呼んでいました。今年の活躍と世論の支持は申し分ないので、紅白出場の条件は十分に満たしているナンバーアイ。昨年は若い視聴者を取り込むために白組で K-POP グループのストレイキッズやセブンティーンを投入しましたが、視聴率を押し上げる効果はなかったため、その点でもナンバーアイは旧ジャニーズ以外のボーイズグループの中では圧倒的に支持を得ているし、数字も期待できるので、条件を満たしているという点でも、若い視聴者を取り込めるという点でもナンバーアイをオファーしない理由はありません。10月15日スポーツニッポンはナンバーアイが紅白の初出場歌手としてリストアップされていると報じており、この報道を受けナンバーアイファンは、今年の紅白は視聴率上がりそうなどと X 上で早くも盛り上がっているのですが、その一方でキンプリファンからは、ヌンベリ海外出たくてやめたんじゃねえの、紅白出んなよ、日本の番組だし、お前らの日本人気はキンプリ時代があってこそだからな、ナンバーアイヌンベリが紅白出るなら見なーい、ナンバーアイ紅白とかいらんし、など不満の声が上がっています。芸能タックル。キンプリとナンバーアイの関係性は悪くはないのですが、ファンの心情は複雑なものとなっているのです。今年ザ・ミュージック・デーと音楽の日2024に出演していた両グループ、共演に対しネットでは、共演のニュースを見た瞬間涙出た、キンプリ&ナンバーアイのコラボでシンデレラガール歌ってほしいなどと歓喜の声が上がった一方で、5人の共演は絶対やめて、せめて別収録とか別スタジオとかにしてほしい、なんでやめた人と共演するの、絶対に同じ画面に映してほしくないと反発する声も飛び交い、大荒れ状態となっていました。もともと海外進出を掲げグループを脱退し、事務所も退所したナンバーアイ、アメリカ最大級のフェスであるコーチェラに出演したりはしましたが、現状での活動は日本がメイン。さらに王道アイドル路線からヒップホップに路線変更したことで離れるファンも増え、何のための離脱だったのかといぶかるファンも多く、10月15日に結成1周年を迎えた際には、ナンバーアイもっと海外で活躍してほしい、ヌンベリは早く海外行こうね、ヌンベリ国内ツアーするの意味がわからない海外は
といった指摘が多く見られました。キンプリとナンバーアイが紅白で共演するとなれば、ファンはその扱いや演出の大小をめぐりネットで大荒れすることも予想されます。ですが現在も5人時代の LINE グループを残していると、永瀬さんと高橋さんがバラエティ番組で話していたこともありましたし、少なくとも両者の共演は NG ではないはず。ナンバーアイがデビューした年の最後の日にキンプリと再会し、5人が同じ舞台の上に立つことが実現すれば、間違いなく多数の人が注目するでしょう。音楽の日などに出演した2組ですが、顔を合わせることもなく直接の絡みはなし。しかし紅白は出場歌手が揃って合唱するシーンなどがお決まりのため、全く顔を合わせないというわけにはいきませんし、業界内では NHK は5人の再会を紅白の目玉の一つにするつもりではといった指摘もされています。もし5人が紅白で揃うようなことになれば、注目度は間違いなく高まります。 NHK は視聴率のためにキング&プリンスとナンバーアイを担ぎ出すのか、ファンはやきもきしながら出場歌手の発表を待つことになりそうです。共演は実現してほしいですが、ファンは心をかき乱してほしくないと思っていることでしょう。今後の発表に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。